クバールフィオルズルの位置クバールフィオルズル、ハバルフィヨルドはアイスランド西部にあるフィヨルドである。モスフェルスベアーとアクラネースの間に位置する。長さ約3 0トル、幅5トル。クバールフィオルズルの名は同地で多くのクジラを捕獲することができたことによる。1980年代までアイスランド最大規模の捕鯨基地の一つがこのフィヨルド内に存在した。また過去には 二進量も盛んであった。第二次世界大戦の間、クバルフィオルズルには、イギリス海軍及びアメリカ海軍の基地が存在した。アメリカ海軍が建設した布団の一つは後に、ハバル捕鯨会社が使用した。同社はその布団を商業捕鯨が中止される1980年代まで使用した。1990年代後半までドーフィヨルドを自動車で訪れる場合、 レイキャビークからボルガルネースまで国道1号線を反対周りに 62km の長い回り道で行かなければならなかった。1998年にクバールフィオルズルトンネルが完成し、工程を短縮することができるようになった。トンネルは全長約 5762m であり、これを使用した場合およそ1時間で到着できる。トンネルは 海面下165メートルを通過する。ありがとうございます。